行く？やりますよ。セカンドストリートの達也でーす。達也今日も可愛い。みんなおはよう。ちょ、キンってするって言わないで、キンってするって。いつも。あ、今回は50の質問をやっていきたいと思います。長所は？長所も全部ですよね。達也もう全部、長所が全部です。短所ないです。まあ、強いて言えば、強いて言えばだけど、強いて言えば、なんだろうな、モテすぎちゃう。なんで言ったことないから。趣味。趣味は、最近は仲良いお友達と夜飲みに行くことです。最近めちゃめちゃ行っちゃってる。もうね、次の日さ、本当に絶望的な二日酔いを迎えて、もうマジ酒うつ。特技。特技は、達也は、なんだろう、好きになった男を落とすこと。好きな食べ物。好きな食べ物は、中本ですね。中本、最近ハマってます。嫌いな食べ物。嫌いな食べ物は、ゆうきさん家で作ったご飯。ゆうきちほんとマジ汚いの。え、マジあれ何？もうほんとゆうきちマジ汚いの、みんな聞いて。ゆうきちマジ汚いの。好きな色。好きな色は、あ、最近はネオン柄にハマってます。ネオン柄最高。初めて買った CD。初めて、もうそれはもちろん浜崎あゆみさんでーす。もう、なんだったら私があゆ？私があゆ？あれもなんだったら私の CD？ って感じ。影響を受けた有名人。あ、もうそんな浜崎あゆみさんでーす。もうあゆでーす。もう、え、浜崎あゆみさん見てるー？好きな本。あ、好きな本は、浜崎あゆみさんの M っていう本です。もう、本当に大好き。ドラマも見てた。めちゃめちゃ、もうめちゃめちゃ見てた。なんだったら私があゆ？本当に。マジあゆ？ないんだけど。好きな漫画。好きな漫画は、でも達也あんまり漫画とか見ないから、でもなんだろう。強いて言えば、ワンピース？好きなテレビ番組。好きなテレビ番組は、なんかこれっていうのがないんだけど、達也は。都市伝説とか、あとは、なんか知識を得る系の番組好き。好きなスポーツ。もう、夜のスポーツでーす。好きな映画。好きな映画は、アベンチャーズです。アベンチャーズマジ超好き。好きなゲーム。好きなゲームは、バイオハザードです。そんなことねえよ。好きな男性芸能人。好きな男性芸能人は、最近だと成田凌さん。成田凌マジかっこいい。本当に。やばい、達也もう多分恋してると思う。成田凌さんに。好きな女性芸能人。好きな女性芸能人は、あゆー。それか、まあ、女優さんで言ったら、沢尻エリカさんとか。かな、うん、好きな異性のタイプだから同性ですね。しない。絶対しないそれ。好きなタイプは短髪で焼けてて男らしい方がタイプです。え、待ってまーす。 DM ちょうだい、 DM ちょうだい。嫌いな同性のタイプ。嫌いな同性のタイプ、あ、まず空気読めない、うぜえやつ。すっげえ嫌なやつだ。恋人に望むこと。達也を愛してくれたら何でもいいです。理想のデート。達也の理想のデートは、なんか箱根温泉で一緒に温泉行くことかな。うん、マジもうなんか来月ぐらいに行きたい。休日の過ごし方。休日の過ごし方は、あ、最近はまあお友達とまあ飲みに行ったりしてますね。落ち込んだ時の対処法。もうそれはもう達也も2丁目で飲みまくる。もう2丁目で飲みまくる、マジで。次の日の昼ぐらいまで飲んじゃう。挑戦したいこと。達也、挑戦したいこと。でもバージージャンプやらされちゃったんで、次はスカイダイビングしねえよ。自分の強み。自分の強み。でも達也が強み。もう何だったら。達也が強み。自分の弱点。まあ、あんまりないんだけど、自分の弱点、男かな。初恋はいつ？初恋は、達也は、小学校3年生ぐらいだった気がする。その恋は実りましたか？実った。ほら、達也って好きになった人落とさないことないからさ。告白は自分からする方、される方。あ、もうでも達也は好きになったらもう全然、もう自分から行く方です。自分からガンガン行きます。別れは自分からする方、される方。あー、どっちもどっちかな。電話とメールどっちが多い？達也は、でも達也は電話する方が好き。待ってます、電話。犬派猫派。
犬派です。これだけは絶対許せないこと。なんかあとずっとこうやって笑ってるこの間も言ったかもしれないんだけど、お邪魔しますの精神で来てない女。この間なんかいたの、なんかゲイバーでなんかババアに言われたの、なんかうるせえよって。いやここどこだと思ってんのと思ったなんかそれ、まあいいですわ料理はしますか。あ、たまにします。マイブームはありますか。でもなんか達也はなんだろう、流されない。やっぱり自分が自分だからあんまりこう、なんかこれにハマるとかはない。子供の頃憧れた職業。歌手、アデージョじゃない、なんだっけ、ディーバです。子供の頃得意だった教科。あ、達也はもうこれ完全社会ジンクスはありますか。ジンクスって何。え、ジンクスって何。好きなブランドカルティエ。達也欲しいだけのやつカルティエです。アクセサリーとかじゃなくて、服ならジャンキームード。もうジャンキームード大好き。好きなファッション。好きなファッションはもうジャンキームード。上下ともにジャンキームードもらって嬉しいプレゼント。あ、もうこれカルティエのプレゼント皆さん待ってます。言われて嬉しいことは、でもかっこいい、達也かっこいいって。まあかっこいいんだけどね買って後悔したもの。哲也です。もうそういうのマジで後悔とかしないから、生活上。これだけはやめられないこと。ゆきの口から容姿にコンプレックスありますか。ない。もう、だってどっか悪いとこある達也。え、達也けど、マジで、やばくない。性格にコンプレックスありますか。まあ、でもね、聞いてください、皆さん。最近なんか、二丁目の若い子の間では、なんか達也は、なんか酒飲むとやばいっていう噂が回ってるらしい。酒飲んだらなのかな。気をつけまーす。質問を終えての感想。今日、みんな、達也のことね、知ってくれてありがとうございます。以上です。達也ってわからん。もう達也ってどういうのが達也なんかわからん。どういうのが達也なんか分からん。あのね、もう本当に達也にまず謝って。小学校3年生じゃねえし初恋。ちなみに初恋はいつなんですか。じゃあ初恋は幼稚園の時ですよ。おお、目がもうちょくちょく違ったわ、うん、だけど面白かった。一番面白かったのは得意だった教科社会。社会。じゃあもうゆうきさん、はい、達也で締めてください。はいはいはい。ということで、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、セカンドストリートの達也と達也でしたやたらなんかすっごいこの曲笑ってるイメージ。意味がわかんない。